お疲れ様です。毎日、午後2時に、配信をしています。午後の配信では、その時々に感じたことを、ありのままにお話ししています。ありがたいことに、毎週コメントをいただけ、土曜日にご紹介しています。ぜひ、聞いてね。